はい、どうも、ゼヌダルクです。というわけで、今回はこちらのゲーム、4日前にリリースされた新作ホヤホヤのレインボーシックスエクストラクション。はい、まあ、UBA ソフトが手掛ける虹六の外伝的な続編ですね。まあ、詳しいゲーム内容などは、まあ、4日前に動画上げてるんで、ちょっとそちら参照にしてほしいんですけど、こちらなんと、ほぼ、全クリすることができました。はい、まあ、ちょっとあとはね、トロッコを目指すだけって感じなんですけど、まあ、このゲームのその核となる部分は全て遊び尽くしたってことで、まあ、せっかくね、ここまでやり込んだので、まあ、このゲームの購入を悩んでる方や、そもそもね、まあ、買う気がなかったと、まあ、アウトオブ眼中でしたよっていう方向けに、まあ、このゲームのいいところというか、まあ、中古で買うんだったら 100% ありだよっていう点で、また提供とかではないんで、もちろん悪いところもね、話していこうかなと思います。じゃあそもそもね、こちらがあの面白いかどうかで言うと、まあ、僕のプレイ時間見てください。はい、こちらポン。はい、こちら4日のうちにすでにプレイ時間が60時間です。まあ、つまりそういうことなんですよ。普通に面白かった。もうこのプレイ時間ジャンヌお前さてはハマってたなっていうね。だから面白さに関しては保証できます。ただ逆にですよ、もうすでにクリアしたってことはそういうことで、まあ、ボリューム数がねやっぱ微妙っていう手に繋がるんですけど、まずそもそもなんでこんな急いでクリアしたかっていうと、やっぱ終わりがね、そのもう目の前に見えてる状態だったから、もう速攻で終わらせたんですよ。その馬の前にその人参ぶら下げてる状態ですね。もうエンディングが見えるからこそついついやっちゃったって感じで、本当にまあゲーム自体はそののめり込めるぐらい面白かったんだけど、まあ、ボリューム数はやっぱ少ないなって思いましたね。まあ、具体的にじゃあどこからどこまでがやり込めるのかってざっくり説明すると、まずプレイの部分、はい、これがいわゆるそのキャンペーン兼マルチのところなんですけど、これが4つの拠点、ニューヨークシティ、サンフランシスコ、アラスカ、コンシクエンシーズ、はい、こちら4つの拠点に各マップが、3マップぐらいねちょっと用意されておりまして、まあ、これのどのマップでもいいんだけど、とりあえず与えられたミッションっていうのがこちら、はい、合計でね9項目ありますので、これ一番最後はちょっと関係ないんだけど、9項目ありますので、はい、これをねまあ4つの拠点すべて終わらせると、まあ、とりあえずまあストーリーというかこのミッション部分に関しては全部終わりですよっていう。でこういうその文献が出てくるので、まあ、これでちょっとストーリーの補填をするみたいな。まあ、これでこうやってオペレーターとか見れるから、虹六ファンとかは買っても面白いのかなっていう。まあ、もちろんこのゲームのこういうねモンスターとかも見れるから、まあ、こういうちょっと裏話じゃないけどそういうの見れて面白いなっていう、っていうのがこちらプレイの部分ですね。はい、そしてオペレーター、こちらも18人いるんですけど、レベル10がマックスなので、これも全て達成すると、はい、こちら進行状況っていうのがあって、先ほどのミッション 100% オペレーター全レベルマックスで、はい、こちら全部30マックスになるんですよ。でこれでストーリークリアっていう。で特にクリア報酬などはなく、まあ文献、ある程度の文献と、まあこちらのおなじみのねチャームがもらえるかなと。はい、こちらですね、こちらがもらえます。でまあクリア後のねそのやり込み要素っていうのはほぼなくて、まあ唯一あるのが、まあこちらに用意されてる週間イベントみたいなやつですね。まあ一応ランクプレイがこちら設けられてるんですが、まあ、このダイヤモンドクラスっていうのがもうジャンさん速攻でいきますよと、まあ、僕はリリース2日目で行きましたって人大勢いるから、まあ、おそらく秒読みで終わるかなと。まあ、PVE だからその PVP と違って落とし合いとかないから、もうそこでやっぱ終わっちゃうんですよ。だからまあ今後そのレイドだとかその新要素追加ってなるんだろうけど、まあアップデートそれすらなかったらちょっと絶望なんですが、このゲーム基本的にはまあそのアップデートなかったらこれで終わっちゃうから、あとまあトロフィー部分かな。はい、なので大量にね多分中古で出回るから、 PS4 とか PS5 はまあどうせねみんなそこまでここまでやり込まず絶対売るだろうから、まあ今そこまで急いで買う人はないかなって感じですね。まあ中古品出てからでもソロでも楽しめるし、クロスペレもあるからかさることもないしで、今高い金払って5、6000円とかでやるメリットはないのかなって思います、本当に。まあどうせねフリープレイ落ちにもなるだろうし、実際 Xbox ゲームパスでまあすでにラインナップされてるから、まあ加入者の方はぜひねプレイしてみてください。まあそんな形でまあやり込み要素というか、まあゲーム自体の概要はもうこれで終わりっていう。でやっぱねダメだった点に関してはやっぱ武器とかを選ぶその選別、やっぱこれ PVE なんですよ。その虹6と言いつつもやはり PV 敵がモンスターだから、やっぱその武器の強化だとか、あとそのなんだ武器のレアリティだとかでちょっと欲しいわけですよ。ディビジョンみたいな感じで、それこそこの武器使った方が強えとか、なんかそういうやっぱ PVE ならではのその周回ならではの強さってあるじゃないですか。もうこれでやっぱさ終わりだからさ、このレベル10で終わりっていう。でしかもアタッチメント解放とかのそのレベルとかもないから、最初からねあの全アンロックされてるんですよ、アタッチメントも。だからねそういったところ FPS としてもちょっとやり込み要素めっちゃ少ないし、やっぱだからその虹6からこう逸脱できてないっていう。そう、あくまで虹6の要素でその腕前ありきで楽しんでねみたいな感じだから、まあゲーム下手くそな人がやったらね多分うわなんか徐々に上達して楽しいってなるかもしんないけど、ある程度なんか虹6やってましたぜって人からすると多分秒で終わっちゃうから、まあなんかそこら辺うおーテンション上がるっていう部分は少ないかなと。まあ本当にねボルテージマックスだったのはこれレベル25のここであの PV 終わりなんですよ。ここでもエンディングです。はい、
このゲームの PV のエンディングがレベル25で終わるんですよ。30上げる必要ないんですけど、まあ25でエンディング流れます。で、この時確かもらえたのが、この一番最後でもらえるレーザーサイトなんですよね。これあればもう世界が変わってめちゃくちゃ楽しいんで、まあこれ一本で動画作ってもいいかなって思ったんですけど、いやもうこれがマックスなんですよ。これを出した瞬間に終わっちゃうから、このゲーム。要素としては。まあそこら辺ちょっと微妙だったかなっていう。じゃあちょっとね、そのレーザーサイトがどれぐらい強いのかっていう、このレーザー銃ですよ。ちょっとまあ皆さんにね、紹介していこうかなと思います。はい、ということで、ちょっとまあこれからもね、こういった新作ゲームだとか FPS 系ね、動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では行こう。さあ、ではちょっと現状2番目に難しいやつかな。あの、一番難しいのはそのランクマーモードで、試合数なんぼだっけ8試合ぐらいあんのかな。で、めちゃくちゃ長いんで、それちょっとやるのはあれなので、その2番目にちょっと難しいこちらのイベントをやっていこうかなと思います。で、使っていくのは、もちろん、ターチャンカ!1分550発。それで何でも解決だ。1分500何十発。それで解決だっていうね、もう脳筋話してますけど、やっぱこういうセリフ聞けるのは、やっぱその26ファンとかだったら、あの、うおーってなるんでしょうね。まあ、けどその26やってないと、マジで言ってんの、お前レベル1でこれ挑もうとしてるやついるんやけど、やばくない?まあ、けど正直ね、そのレベル上げたらじゃあ強いかって言われたら、さ強いんだけど、そこまでやらなくても、まあ、いけちゃうっていうね。レベル1でも一応まあおんぶに抱くことまでいかなくてもある程度戦えちゃうんですよね。別にそんな武器の火力めちゃくちゃ上がるわけじゃないから。はい。で、一応こちらがレーザーサイトですね。まあ、デフォであるのがこれちょっと敵が貫通して見えますよっていう、ちょっとこういうなんか、フラッシュライトなんですよ。よいしょ。ちょっと見せたいな、これ紹介したいな。まあどっかで透けたりとかするんですけど、まあ、このレーザーサイトがこの下のね、このお邪魔虫のこのカビみたいなやつですよ。これをこうやって掃除することができるんですよ。もうこの段階でちょっと気持ちいいっていうね。高圧洗浄機でなんかこう、掃除するみたいなゲームあるじゃん。気持ちいいみたいな、スッキリみたいな。それがね、これで楽しめるから、もうこれ、解放した時が一番楽しかったですね。で、もちろんこれね、敵にダメージを与えることもできるんで、あ、こいつもレーザーサイト持ってる。あ、来た来た。こうやってほらダメージ与えることができるんですよ。まあ、こいつはちょっとビビたるもんなんですけど、ダメージに関しては頭一発っていうか弱点一発で死ぬ敵とかいるんで、そういう敵とかに弾ない時にこれビャーってやっちゃうと結構キルできたりとかするから、そこら辺ちょっといい点かなっていう。やっぱね、このレーザーサイトが出てからマジで世界変わるから、そう、こういうなんかそのうお強えっていうシステムがやっぱもうちょっとあったらよかったなっていう。よし、じゃあこのモードがタチャンカ最強って言われるゆえんを皆様に紹介しましょうか。ちょっと待ってくれ。どこら辺出そうかな。よし。まあ、これね、ロックダウンつって、次の扉開けるのに、まあ、こうやって、めっちゃ湧いてくるんですよ。で、それを、このタチャンカでね、こうやって一掃できる楽しさですよ。普段のマップだったらそこまでタチャンカ使えないんですけど、こういう特定のモードだけ、特定のミッションだけ活躍できるっていう。まあ、こういうのはやっぱ PVE のいいところですよね。リロードする。で、見てほら、このリロードの速さ。もう、アイドルなんて言わせない。これが最強ですよ。もちろん、こちらレーザーもつけられます。はい、どっから出てるか知らんけど、だからもうこういうなんかそのなあ、まあやっぱちょっとオンライン要素あるからな。なんかチート武器で弾無限とかそのバイオみたいにやっちゃったら崩壊しちゃうから、ランクとかが崩壊しちゃうからあれなんだけど、なんかやっぱその PVE のあれってやり込めばやり込むほどめちゃくちゃ強くなって、うおってこうテンション上がるところじゃん。だってこのゲームはそのやり込みだところでキャラクターレベルとこのレーザーしかないから、うおってなんないんですよね。そこしかテンション上がらんかったっていう。大丈夫か味方。はい、ロックダウン。で、これ回収しましょうと。はい、で、扉閉めて、OK。で、アビリティ拾って、弾マックス。レーザーの強みを見せたいわけですよ、私は。ええ。あ、いた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 。こいつとかを見てもらうとわかるんだけど、ほら、こんな形で、レーザーだけで敵を倒すことができるんですよ。すごくないですか?まあ、言ったら弱点のこの、卵の部分ですよ。これを撃つことによって、ほいよ。はい、爆発することができるんで、まあやっぱアルトナイトだけででかいですよね。それはもう銃で撃った方が早いんだけど、いざという時とか、まあちょっと弾使いたくねえな、もちろん消音なんで、そう一切銃声なんないんですけど、そういう時とかにやってあげるといいかなっていう。で、もちろんそのトラップ系だとかね、敵もトラップ仕掛けてくるんで、そういうトラップ系とかもこれで除去できるし、音もなんないからサプレッサーつけてなくてもいけるんで、まあやっぱこれあると、うおーよかったなーみたいな、クリア報酬だーっていう感じなんですよ。あー、やっぱダウンしちゃったか、君。まあ、レベル1だもんな。レベル1ちょっと防御力ちょっとだけ低いんですよね。まあ、けど、なくても、まあ、見てもらったらわかるけど、ほぼほぼ僕ダメージ食らってないから、まあ、なくてもノーダメでクリアできたりとかもするんで、慣れてくると別に1レベルでもっていう、まあ、ある程度味方が強かった前提ですけどね。いやー、便利だなー、これ。除染。うわー、気持ちいい。まあ、これだけでも、まあ、買う価値はある。ただ、何度も言う通り絶対中古に並ぶから、楽しいけど、絶対中古で買った方が俺お得だと思うわ。ちなみにこちらターチャンカレベル2になると LMG が2個受けるぞ。はい、味方使ってくれ。それ
LMG 使ってくれ。 This one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  使い味方。おい誰も LMG 使ってくれへん。いらんっていうかお前。わあしかもロックされたし。ダリー、おい使ってる使ってる、嬉しい。 LMG が2人最強だ。まあ、こういうことがやっぱできるから楽しいよねっていう。おー見て、立ち上がる2人ですよ皆さん、楽しい。まあ、こういうその PVE ならではの爽快感っていうのもまるですね。くらえー、やばい食らう。あー最悪ダメージ食らった。よーし終わったぜ。ちょ回収しとくか。いや回収いいや、めんどくさい。耐えられない LMG。 ただ私はまたアビリティを拾うことによって使える。これ誰かヒットだ。お前が拾うんかい。それ1レベルの子にあげたってよっていう形の、その物資のちょっと細かい争いとかもありますね。イエーイ。まあ、あとこの PVE だからこそのこのちょっと26の屈伸だとかね、レーザー銃いじりとかもあってとかして、こういう待機中もね楽しめるっていうのがいいっすよね。だから敵の量少ねえなこのゲーム今。もっと前湧いてきた気がするけど、なんか調整入った。まあ、結構そのステージことによってちょっと運ゲーじゃないけども、あーこれはちょっと良くないなーとかっていうのあるんですよね。配置だとか敵の配置とかでやらしいなこの配置とか。あー仲間が気絶。よしとりあえずこれでミッション全部終わったか。やっぱ味方死んじゃったか。まあ、けど連れ帰らないとあれなので一緒に行きましょう味方で。ちなみにこれがなんか唐揚げって言われてますねネットでは。よしはい、で回収して終わりということで、まあレベル1いてもこんな形でレーザー持って2人いたらまあまあ余裕のよっちゃんですよと。余裕でなかったか、ちょっとまあ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 ダウンしなかったからね。まだ俺あと1回蘇生あったからあれだけど、まあダメージはちょっと食らっちゃったんですが、まあ見てもらったら分かる通りそんなにレベルが必要かって言われるとそんなことなくて、まあおんぶに抱っこでも終わりますよっていう。これどんぐらいレベル上がるんだろうね1レベルの人。まあこれでどれぐらいぬるゲーなのか見てもらおう。1から2345、ほら見てみんな、こういう形で、秒でね、5レベル行くんですよ。わかります？皆さん。だから僕が別に全部、18人のオペレーターを、レベルマックスでやったらすげえじゃなくて、まあ、単純に、難しいところ行けば、これが簡単に上がっちゃうんですよ。だから、まあ、これ10レベルってのがめちゃくちゃね、上げるのがめんどくさくて大変で、そこでやり込み要素を持たせてるかって言ったら、そんなことなく、秒でね、レベル10まで行っちゃうから、そこら辺がやっぱまあまあ、もうちょっと難易度上げてもよかったかなーっていう。けどね、その難易度が高いっていうか、一発力高いのよ、これ。結構やっぱツイッターでも言われてるんだけど、体力弱すぎみたいなね。もちろんまあ難易度つけるためだからそれはしゃあないんだけど、そうじゃないじゃんみたいな。そこのなんか難易度上げるよりも、もっとこう、ね、奥深さじゃないけど、ね、敵の数増やして、で、代わりに爽快感増やして、みたいな。ちょっとなんかまあそこら辺のバランスだとかそのニーズっていうのが、ちょっとその PVE の、うおー俺強え、モサだ、ドゥババババババってよりかは、クールにシックって決める方が、まああのなんか、向いてるゲームなのかなっていう。だからそういったところね、楽しさはすごいあるんですけど、まあ世間一般的にはそれが微妙だって言ったりとかしてる人いるんで、ゾンビゲーが好きかって言われてこのゲーム買ったらちょっと後悔するところあるし、ニジロクが好きかって言われてこのゲーム買ったとしてもちょっと後悔するところあるから、まあなかなかちょっと難しいラインではありますけど、まあ一応ね、まあ、タチャンカの、まあこういう固定 LMG だとかもそうだし、他のキャラクターとかもね、LMG 持ってますので、まあ一応トリガーハッピーもできるし、無双プレートまでいかなくても、まあ、 大量キルで爽快プレイっていうのはある程度できる場面ありますので、まあそこら辺ね、ぜひぜひちょっと皆さん、こちら、まあ、プレイしてみて、体感したい方はぜひぜひって形でお願いします。はい、ということで、今回、まあ、レインボーシックスエクストラクションでした。まあ、ぜひね、皆さんこちらのゲーム、めちゃくちゃ面白いんだけど、買う際は、中古で買った方がお得感はあるんで、まあ、それもでも待てないって方はぜひ新品で買ってほしいんですけど、お得感的には中古で3000円とか2000円ぐらいで買って、このゲーム楽しんだ方が、うわ、よかったな、2000円で得したなって感じになるんで、ぜひぜひ。こちら購入して遊んでみてください。はい、ということで、これからもちょっと新作ゲームだとかやっていきますので、よかったら通知が届くように、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。